世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。時間帯に能力異方向小よ強盗致し、まさに邪悪の根源よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か、人気も出そうだし。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛、市民の生活を脅かすヴィランたちから僕らを守ってくれる存在、そしてヒーローの中でも最強を誇るオールマイト。幼い頃から僕は彼の姿に憧れていたんだ。オールマイトのような笑顔で人々を救うヒーローになりたい。でも押す個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。ヒーローを目指すには致命的な無個性。たとえそうだとしても、みんながそう思っていたとしても、ことなんて気にするな。クイッと上見て突き進め。イラン、サリスの核を狙う。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。体が力もう大丈夫だ、少年。私が来た。この世界では時として思いがけないことが起こる。ナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか。個性のない人間でもあなたみたいになれました。
5年前敵の襲撃で負った傷は、私のヒーローとしての活動限界に1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだよ。夢見るのは悪いことじゃない。だが相応の現実も見なくてはな、少年。散ったヘドロヴィランのベトベトはこの後ヒーローらに回収され、無事警察に引き取られたみたいだ。そして僕は帰り道で。少年、礼と訂正、そして提案をしに来た。あの場の誰でもない、小心者で無個性の君だったから、私は動かされた。トップヒーローは学生時から逸話を残して、
になるために。僕も本気で行く。とりあえず作って。
チャージはさんぞ。緑谷に行くです。これからよろしくね。
ゃ。やっぱ電気系の個性ってかっこよくね。シャーチ。僕も本気で。多分この勝負一瞬で終わっから。130万ボルト。